海と雪のシアンブルー、発売前日です。発売前日に怪我しちゃダメじゃないですか。今回だけはギャグ漫画理論でなかったことになるとはいえ、ヒロインの自覚が足りないですよ。ごめんなさい。ヒロインの自覚？そうですよ。今作は私含めて5人もヒロインがいるんです。自覚を持ってもっとアピールしていかないと。アピールとは？前日から急にカウントダウンらしさを出そうとするの良くないよ。私たちも混乱するもん。海と雪のシアンブルーを宣伝しようっていう気持ちと、みんなと楽しい話をしたいって気持ちを天秤にかけたら、断然後者の方が魅力的だったんです。特に澄木先輩と萩野先輩は卒業しちゃうじゃないですか。本編で話し足りなかったこといっぱいあるのに。だから今のうちにと思って。名畑さんこんな私でも卒業を惜しんでもらえるなんて嬉しいな。何この気持ち。これが後輩キャラの可愛さってやつ？そうですね。私もお二人の担任としてもっと交流を深めておきたいと思っていました。先生！そこまで言うなら留年してあげてもいいよ。それはやめてください。萩野さんの将来に響くので。その思い返し本当にやめて。冗談だもん。結局前日にちゃんとアピールできたのは稲葉さんだけみたいだね。まさかそれが奴の策略？ふふふ、これで初手稲葉ルートを選ぶ先輩続出間違いなしだし、待ってろ